言ってくれたら配信切ったのにずっと待ってたの。言えばいいのに。遠慮しなくていいよ俺には。なんだ、なんで始めないんだろう。ずっとなんかずっと待ってんなと思って。いいな、そういう時は遠慮しなくていいんだよ、ね、コマ。相談して何でも。よいしょ、まったりやろ。はい、星行さんいらっしゃい。疲れ。まったりやるよこの枠は。はい、おはぎんが。まったりやるよこの枠は。それは想像でしょ。うん、いやいや、想像でそういうことを言うのやめようよ。普通に言い方の問題でしょ、それは。あなたの、うん、なんでわざわざ喧嘩売ってくるのよ毎回毎回。はいはい、あ、デザインしてんの偉いじゃん、うん、疲れ。こっちは良かれと思って言ってんだから、なんでそれで喧嘩売ってくるのか分かんねえよ。想像で勝手に言ってるわけでしょ。ドレスで銀河を表現してんの、いいじゃん。あ、服作ってんだ、あれか、あのお人形さんのやつか。いいじゃんいいじゃん。星ゆきさん、前回同様に。前回同様が分かんねえな、何の前回だ。どうした。ジャニュアリーさん何の喧嘩。いいのいいの。星ゆきさん、前回の店頭販売も宇宙柄使ったんだ。あ、そうだったんだ。店頭販売なんか売ってんの。なんか販売してんな。なんだろう、店頭販売って。あれ、ピスタチオ、ピーちゃん。ピスタチオ知らん。なんの、うん、星ゆきさん、サンドレス作家さんとコラボしてるのよ。なに、星ゆきさんは何をやってるの。その星ゆきさんが何をやってるのか俺知らんから、その急にコラボ作品って言われても、店頭販売とか言われてもハテナマークだって。多分猫また話してるんでしょ星行さん。俺は何の情報も知らんよ。ハテナマークで、俺が知ってるのはなんかお人形さんの話だけだね。お人形さんのなんか集めるのが好きっていう。星行さん、学生やりながら時々ドレスデザイナーしてる。あ、そうなんだ。ドレス作れるんだ。なに、服飾系の学校行ってんの。専門の。いいじゃんいいじゃん。あ、そうだったんだ。あ、じゃあそれでその販売される服を作ってるんだ、ドールの。すごいじゃん、いいね、すごいね。最終的には専門行きたいから勉強必死。偉いね、頑張ってよ。頑張れ頑張れ。いいじゃん、夢があっていいことだ。何でも叶うよ、はっきり言って。本気でやったら何でも叶う。
叶わないってことは本気でやってないだけ。叶わない夢なんかないよ。中途半端なやつはダメだけど、本気でやってるやつはみんなうまくいってるよ。もしゆきさん、ナンマドさんもシルバー頑張ってね。うん、頑張るよ。マイペースだけどね。全力でやってるよ。毎日削ってるでしょ。だって星ゆきさん、シルバー削ってない日見たことないでしょ。本気でやってるよ。全力でやってるよ。いいよ、連投いいよ、全然気にしないで。絡みたい人が絡むわけだから連投していいんだよ、全然。
ZERROLOVE さん、こんばんは。こんばんは。途中で消えちゃうんだろうな。分かんないな。もう一個のライトどこやった？クリップライト。ああ、それ使う？使うの？でもう一個買って。はい、長谷川清ですか。おお、分かんないですね。長谷川清は誰だろう。え、長谷川清歌手ですか。分かんない。
知らないの？全然わかんないですね。すごいギタリストだよ。ギタリストなんだ。2歳で失明してるんだ。やっぱり須川きよし、やっぱり2歳で失明って言ってますね。そんな感じだった。すごいもん、そのギターの技術が。ああ、うん、星ゆきさん、素晴らしいアーティストさんだそうです。素晴らしいんだ。私あんまりよくわかんないけど、うん、あの愛の参加を歌っている時のそのギターの技術がすごかった。今日昨日、一昨日の話じゃないんだ。
来るわけよ。で、それをいちいちで私たちはほら、あの、おのおので、あの、潰すわけなんだけども、いや、不思議だよね、ハエって。なんでさ、こんなさ、ハエが発生しないようなところで入ってくるよねって。そうしたら、あの人がね、ハエってすごいんだって。要はね、そのドアの開け閉めとかそういうのよく見てんで、それで入ってくるんだって。で、それで入ってきて、それで匂いで寄ってくるわけ。だからハエをバカにしちゃいけないよって言われたの。ああ、確かに。一茶のさ句にあったじゃん、屋根打つな、ハエが手をする、足を押すって。それどう、だからハエを打とうと思うな、ハエが今ね足を擦って、手を擦って足を擦る、ね、そういう行動をしたよっていう、だからハエだって生きてるんだよっていうことを言いたかったのかなって思う。その場合は相手はこっち、どっちが青にしたいでしょ、こっちが青になってどっちがしたいでしょ。その場合だったらこっち側から相手をすれば、今白いライト強いから消した方が俺もいいと思う。そうね。
ガムテープ。バミリ必要。黒バミは、玄関のところにある。オレンジに基調合わせたら同じ色合いになるね。そっちで持ってきたいなら。エデンさんはドツー N、オツオツー。おい、バカありがとう。お疲れ。エデン、お疲れ。夜中に珍しいのよ。寝る前。奥さんが金持ちなんだっけ。奥さんのね、親が金持ちだって言ってたっけ。人で足りてねえんだ。人件費が一番高いからね。大変だよな。まあね、その辺で IT 導入するのもいいと思うよ。客からしてもいいと思うし、まあ、iPad とか置いとけばいいんだよ。まあそうなるよな。人手がどんどんいらなくなってくんだよな。機械の方が安いし。味気なくなっていくけどね。サービスとは何なのかっていうね。コンビニとかも人いなくなるしね。スーパーとかもレジ打つ人すらいなくなってるからね。陳列ぐらいじゃないのかな。もうやっていくのはどんどんなくなっていくね。
エデンさんいらないっていうか、もはやそこそこの時給でもアルバイトがいない W。 あ、そうなんだ。時給払っても来ないんだ今。時代だよな。エデンさん、飲食店の環境よりもっといい環境のバイトがあるだろうから。飲食店きついからな。酔っ払いで相手しないといけないし。なるほどね。なんだろう、全然ダメだな。なんだこれ。店舗でその地域で一番の時給にしてても人来ない。あ、そう、ダメなんだ。それでも人来ないんだ。エデンさん、広告出すだけ無駄に金がかかる。 3,4 万かかるかんね。リクルート、リクルート利権だからね。なるほどね。あっちっちさん、日本人は働かなくなった。いや、もう労働は克服してんだよ人類。ただその資本主義でずっとやってきたから、どうやってやれたらいいか分かんないんだ。アイムさん、メガホンを2個プレゼントしました。花火くれアイムさん。花火くれ。働く人の差が大きい。うん、いや、働くとは何なのかってことよ。もう労働がいらなくなってるんだよ。労働っていう概念がなくて、でも遊んでるだけじゃさ嫌なんだよやっぱり。人類ずっと働いてきたから、だからどうしたらいいか分かんないんだよ経営者の方も。久しぶりアイムさん。だからその人類の転換期、もうそのシステム的にはもう労働はほとんどないんだよ。労働っていう概念は機械で全部変えられちゃうんだ。だからそのでも習慣化になってるわけじゃん、お金を稼ぐことっていうか、働くっていうことがもうずっとやり続けてることだから。ホリエモンも指摘してるけど、だからいいか悪いかっていう問題じゃなくて、ライフスタイルを変えるっていうことが怖いんだよね、急激に起こってるから。だって俺なんか見たらわかるじゃん、働いてないのに整形なりたいわけよ実際。だからもうやりたいことをやって生きる時代が来てるんだよ。仕事ない人が多くなる。いや、だからどうするかじゃないの。そこをベーシックインカムで補っていくのか、それともそのどう転換していくのかって。このままだと富の分散、富の格差がどんどん開いていくだけだから。だから今こそね、いや、だから子供を見ると分かるんだよ。子供みんな YouTuber になりたい感覚で分かるんだよ彼らは。子供はほら洗脳されてないから、だから感覚で分かる。あっちの方が楽しい、儲かるって本能で判断するから。人気があって全部手に入れられるわけでしょ。仕事っていう概念はもう100年後なくなるだろうね。子供たちは働きたがってない。だって働く必要がないっていうのを分かってるの今の子供たちは。本能的に働くこといいことっていうのが そもそも古い価値観なんだよ。労働すること、いいことイコールいいことっていうのがもう旧世代の昭和の発想なのよ。平成令和ってきてて、もう転換期は来てると思うよ。テクノロジーがシンギュラリティを起こしてるんだから確実に。ただそのお金の分配の仕方の仕組みができてないから、だから今そのグラ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 してるところなんだよ。転換期が来てるの。あっちっちさん、お金がなくてもいい時代。だって食料の生産量っていうのは人類の供給分はもう終わってるの。食料生産で、だから全員が全員昔農家だったわけでしょ江戸時代とか。 99% の農民がいないと特権階級を作れなかったわけだ。でも産業革命が起こって、農業革命、産業革命が起こって、で情報革命が起こってね、もうだから必要なくなったんだよ正直言うと。日本においてはだよ、先進国においてはね、アメリカとか日本とかそういう国においては労
行動は必要なくなってるっていう状態だから行き詰まってるじゃん先進国全部どうやってテクノロジー開発していくのかってで新しい畑見つけてるのが IT でしょ全部ロボットと AI がやっちゃうんだよその方が効率がいいのだけどなくならない商売っていうのがあって水商売と風俗だよこれだけはなくならない要は接客業ねあっちっちさん家族持ってる人が一生懸命に働く独身は自分の生活分だけ働いているあっちっちさんねもっとね広い目で見ないとダメもっと広い目でそのこれねよく話するときにこういう議論をするときにね個人の問題と世界がどうあるべきか問題っていうのは分けないといけないの自分の問題と世界の問題というのは分けて考えないとダメだよ。で、別にそこは別に働いてる人を批判してるわけじゃないのよ。個人の問題を批判してるわけじゃないの。わかる？別に家族持ってる人が家族のために一生懸命働くっていうことはいいことなの。ただ実質社会は労働っていう概念は必要なくなったよねっていう話。本来の意味で言うと。ただそれだと困るから無理やり仕事を作ってる状態の国がな公共事業ってやつだねあっちっちさん日本は経済が崩壊してしまっている困った経済崩壊してないよそう思わされてるだけだよ GDP2% ずつ伸びてるんだよ実は経済発展はし続けてるんだよ富の分配がされてないだけ困ってないよ企業は儲かり続けてるし国は儲かり続けてるんだよ不景気だ不景気だって言ってお金の流れは止まってないただお金の流れがお金をよりお金持ちのところに行くようになってより貧富の差が激しくなっただけで貧しい人が増えたわけでしょ人数的にはだから景気悪いと思ってるのそうそうそういうこと格差があるだけ格差が広がっただけなのただそれだけ日本の経済はどんどん成長してるんだよ中国とかみたいなバブル経済ではないけどねあっちっちさん増税でますます格差が広がる、うん、まあ広がるね、うん、それは広がるエデンさんそうやって貧困そうになった人をいかに騙して金をむしる勝手風に走ってる人が多い気がするいや貧困層から金なんか取れないよだって貧困なんだもんだからスラム化していくだろうね今後の日本はねあの貧富の差がどんどん時間や労力もしかり W ああまあねそういう意味ね、うん、しょうがないよ日本は社会主義なんだもんもともとが国民の気質が社会主義国家だからThank you.
模様替えされましたか？いや、してない。あー、ちょっとしたね。棚をずらして、ちょっとこの幅ずらして、スケさんここに置いて、で、ここにギャラリー作ろうと思って。で、なんでかっていうと、写真作品今ここに在庫これがありますよ、これがありますよって展示しといたら、これ買いたいってなるじゃん。作品のギャラリースペース作ったんだよね。やっぱ写真やってて一個一個さ、この作品でやってるとかさ、やると、なんかこう、なんつうの、面倒じゃん。だから、あ、今この作品ありますよって額にこうやって飾って、これいくらですよって。写真欲しい人に向けて、やっぱ写真せっかくやってるわけだから。でも、いいでしょ？こうさ、データで見るのとは違くない？なんかこう、わかる？データで見るのと違う、存在感があるんだよね。こうやってライティングして、こうやって当てると。わかる？部屋にさ、彩りが出るでしょ。これが写真の俺がこだわったところの時代を逆行するっていう、あえてアナログでやる、これなんだよ俺らがたどり着いたアートの答えはね。何でもデータで綺麗になる。でもね、勉強になる。生き物に変わるんだよ。ここに額に入れて部屋に飾った瞬間に存在感が出る。全然違う。だから難しくなるの、ハードルは上がるの。なんでかっていうと、携帯の画面で見るのと写真でやるのって今度インクの問題と紙の質感の問題があるの。だから見て、あのツイッターに上げてる写真なんだけど、全然綺麗でしょ。こうやって紙にすると、だが3機体に入ると4層スカ、全然違うでしょ。わかる？この色合いとか紙が持ってるパワー、これも高いんだよ、この紙も。だからさ、なんか3000円で写真売ってくれとかいうバカがいたけど、ふざけんなよと思って。これ、この紙に印刷すると、ね、80年持つの。高い。この紙は高い。これ失敗したんだけど、これでもうロスだからね。この1個失敗しただけでロス。うん。でも色は全然違うでしょ？いいでしょ？額に飾ったらさらに良くなるよ。でも、こういう風に展示して物にすることによって、その存在感、生まれてくるんだよね。だが3、5万ぐらいなら売れる。これ5万で売ってる、ちょうど。これが5万。この作品はあのもう後々ね、俺が大成したらこの写真はね、すごくね評価されると思うよ。これは俺があのバイシクルで、ピンクフルムーンのバイシクルで見る人が見たらすぐわかる。これは美的感覚ない人が見たら何を表現してるのか全くわからないけど、美術が分かる人、これを見たらね、虹がかかってるっていうの。これアップで見たらすぐ分かるよ。この写真は評、あの本当のアーティストはちゃんと評価してくれる。この写真すごい、よく撮ったねって。だけど普通の人が見たらただの肖像画に見えると思うけど、分からないと思う。これは何を表してるのか。これは結構いい作品ですよ。力が入ってる、渾身の作品。
るか売れないかっていうことじゃなくて、こう価値と価値の交換だよね。あの売るっていう本来の意味、キャピタリズムじゃなくて、キャピタリズムになると資本主義になっちゃうわけじゃん。安くて大量生産されてるもの、そうじゃなくてアートの世界っていうのはさ、交易なんだよね。リーダーさんはどっち？はい、リーダーさんはどっち？欲しい人との買い手の思いと作り手の思いの交換なんだよね。だから高すぎてもダメだし、安く見積もりすぎてもダメなんだよ。この作品自体に価値がある、1億の価値があるって思っても、こっち側が10万しかないって言ったら売れないし、高すぎてもダメの、高く買ってくれてもダメの。高けりゃいいでしょ、資本主義は。安けりゃいいでしょ、違う。この作品は理由があって5万なんだって。そう。で、逆に3万しか出せない人は買えないし、10万出すって言ってる人は買えないし、そういう世界の。それが本当の交易ね。エコノミクスですよ。俺はこの作品を誰かに飾ってもらいたい。飾ってくれるんだったら5万で買ってくれる人。この作品に関してはね、これは僕にとってものすごく価値のあるもの、ものすごく大切なアートだね。光の当て方で雰囲気色が変わっていい作品ですね。変わる変わる、何もかも変わるよ。そうだよ、写真っていうのはもともと光のアートだから、光をどうやってその転換させるのかっていうアート、そういう風なパワーを持ってるわけだから、これは光自体が持ってるパワーだね。
嫁さん一発 OK で撮られたんですか、こだわり抜いてこのショットに決められたんですか。これはね、どちらかっていうとね、被写体としての問題、カメラの技術ではないんですよ。これはね、顔ですね。一発 OK っていうよりも、あのカメラやってる人だったらわかるけど、シャッター切った瞬間に OK テイクはすぐわかるの。もうこれしかない。もう顔見たらわかる。この顔が全てを物語ってるから。すごいいい作品だよ。自分でこれ撮れたのは奇跡だなと思ってるから。俺はね、後にね、すごく物語があってストーリーがあるから、この写真を前でね、1時間でも2時間でも話をするときは俺はいつか来ると思ってるよ。この写真が持ってる意味っていうのを語る日が絶対来ると思ってる。それはまだ遠い話だけどね、まだまだ先の話だけど、いつかこの作品を語るときが来るよ。もう一発 OK ですよ。起動音さん、いつかきっと。いや、相当くないよ、相当くないよ、相当くない未来に来るだよ。そんじょそこらのカメラマンじゃ撮れないですよ。これはカメラのテクニックと技術を超えた作品だから、技術テクニックを全て超えて超越してる作品なんだよね。これはね、そこら辺のね、どんなに上手いカメラマンでも撮れない。これは上手さじゃないから、上手さではカバーできない。技術を超えた作品なんだよね。バラ板で焼きたいけどね。写真が持つ意味合いをね、いつか語りたいね。
もまだ誰もまだだなまだ誰も受け入れる体制ではないね。もっと先だね。もう少し遠い未来だね。が3二次写真内数なんてか一つ聞いていいですか。何個でもいいよ。何個でも聞いて。加賀さん引退枠は何だったの。何だったの。何だったんだろうね。なんかなんで生きてるの、なんで人は死ぬのみたいな質問だね。おー犬ママ久しぶり。そんなこと言われてもねみたいな。なんで地球は丸いのみたいな質問に聞こえちゃうかな。いやーみたいな、丸いからじゃんみたいな。わかんないかな。まだ俺には答え出せないかな。まだ早いね俺には。うん、ごめんね。まだ早かったみたい。時間がかかるね。その答えを出すの。引退枠って何なの。わかんないよね。だが、さん俺にもまだ早いみたい。まだ早いね。犬ママさん最近私も骨拾いましたシカの角。骨拾いました。シカの角拾ったのいいじゃん。いいね、かっこいいよね、鹿の角ね。角とか骨とかテンション上がるよね。いいな、羨ましいな。拾ったんだ。田舎の方なのかな。いいな、羨ましい。ちょうだい。いらなくなったらちょうだい。加賀さん骨フェチ。いや、骨とか大好きなんだよね。犬ママさん骨格っていいですよね。なんか綺麗だよね。神様が作ったもんって綺麗なんだよね。無駄がないんだよね。そう、蛇のチェーン、蛇の骨のチェーン使ってるからね。骨大好きだよ。美しいんだよね、神様。犬ママさんメルカリで売り出してます W。いくらで売ってんの？メルカリで。いくら？な、サメの歯もあるし、蛇は財布のチェーンは蛇の骨だし、骸骨だしね。鹿の骨後ろにあるし、ここにはイノシシの骨あるし。犬ママさん3000円です。安っ。
え、頭蓋骨ついてる。ほんあのあれだけ角だけ頭蓋骨付きだったら買いたいな。いいな。3000円か。両方ついて3000円。水沼さん骨すごいですね。骨大好きなんだよね。なんだろうだろうね。骨好きなんだよね。犬ママさん頭蓋ないんですよね。頭蓋ないんだ。頭蓋付きだったらね、側蓋だよね。ね、鹿の骨。3000円、両方ついて。犬ママさん1本ですね。1本か。1本だとまあ3000円だよな。俺も1本だけしか持ってないんだよね。片方のやつしか持ってない。乗ったんだ。いいね。犬ママさん、来週キノコ探し行ったらまた探してみます。見つけたら教えて。キティキティさん、あれ復活されたんですか。復活した。スカラベさん、スケさんは女、スケさんですか。名前の由来がありますか。何の話してんの。あ、スケルトンのスケさんだよ。スケルトンのスケさん。スケルトンだからスケさんですね。ほスケさんね。スケルトンから来てます。骸骨だから。でも潜ってみてだから嬉しいです、うん、潜ってみてたの。犬ママさん、また見つかったらワドさんに教えていいですか。教えて教えて。スカラベさん、わかりました。みんな花火ちょうだい。キティキティちゃん潜ってたの。花火ちょうだい。一発だけでいいから花火ちょうだい。助けて。だが3コンメルカリで調べてみたらいっぱい出品されてますね。いっぱい出品されてる。いいよね、地方でしか手に入らないものを売るのいいよね。みんなアイテムよろしくね。毎回じゃなくていいから、たまに1ヶ月に1回、できれば1週間に1回、いや毎回ちょうだい。いっぱい出品されてるよね。第1万5000円のもありましたよ。あるある、全然高値もあるよ。メガホンはお金にならないよ。花火ちょうだい。犬ママさん、風船を12個プレゼントしました。風船お金になる。ありがとう。3円ありがとう。金も取れるの。それすげえ金になるんじゃないの。砂金取れるの。すげえな。砂金も取れるんだ。やば。だが、サンソレどこ。砂金拾いに行く。砂金取れるってすげえな。普通に儲かるんだ。犬ママさん、グラム5000円買取ですね。福島県の石川町ですね。すげえな。グラム5000円で買い取ってくれんの。
まあでも良心的だな。だが三等位。砂金グラム5000円か。まあでも良心的か。今5500円ぐらい金で。結構取れるもんなの砂金。だが三俺広島だけどイノシシや猿ぐらいしかいないよ。犬ママさんたくさん取れたら花火師なれるかな。ダメなれるよ。億万長者狙おう。いいね。花火師になって俺の専属花火師に。犬ママさん小豆くらいの取れた記録ありますね最近。すげえな。小豆だと何グラムぐらいあるかな。5グラムぐらいある金だと。小豆だと5グラムあるかな。ただ、なんそれすげえな。2万5000円ぐらいか。すげえな。5グラムぐらい。砂金の重さがわかんねえな。金重たいんだよね。だが、30グラムはあるんじゃない。10グラムあるかな。小豆の重さ。犬ママさん2万5000円くらいですかね。だよね。だったらまあ5グラムぐらいか。マンジ、ウタマンジわがままマンジさんお邪魔します。はい、いらっしゃいよんた。かわいこちゃんいらっしゃい。ユンタメガネ似合うね。あ、これ絵か。ユンタ。あ、これ本人なの。かわいこちゃん。マンジ、ウタマンジわがままマンジさんスノー。スノーね。でもなんか可愛らしい感じあるけどな。モテるでしょ。だが、なんか可愛らしいね。ねえ。モテる人生なりたいわな、あははは。女の子は可愛いとモテるからね。また白鳥さんガシャンやってる。餌ない、あ、やっぱ餌ないんだ。これ餌あげていいのかな。あげすぎとかあんのかな。餌なくなるとダーンってやるんだよね。餌よこせってあんまり良くないよね。こういう歩行者はさ、凶暴やな。最近出てこないね、ハクさん。
ほら、出てきた。出てくるの？ミミタンブーツ店のロゴプレゼントしました。来る？遊ぶ？ここまでいないけどいいの？遊んでる？おい、あ、ミミ、ありがとう。どうした？ミミも急になんかサムネ可愛い感じになったじゃん。可愛い子ちゃんが集まってきたね。モテたい俺も。女の子に告白されてみたい。人生で一回だけでいいから。好きなんで付き合ってください。言われたことないんだよね。付き合ってくださいって言われたことないな。バレンタインももらったこと一回だけ、小学4年生ぐらいの時にあったかな、一回だけ。めちゃめちゃ母親に怒られたけど。告白っていう経験がないから、一回も告白をされたことがないから、どんな感じなんだろうっていう。女性に付き合ってくださいって言われたことがないんだよ今まで。だから知らないんだよね、その告白されるっていう感覚が。わからない。すんの、ずっと片思いで秘めてるの辛くない？それって好きになったらすぐ言っちゃうもん。好きになった瞬間に言っちゃうもん。ただの花火師さん、花火をプレゼントしました。匿名さんありがとう。マジでもらっていいの？え、これって好きってこと？これ付き合ってくださいってことでいいの？それ勘違いか。そういうことではないね。あくまでお恵みだよね。ありがとう、徳明さん。だが、何回か告白されたことあるけど、俺が気づいてない場合、リアクションに困る。気づいてないんだったら、リアクション取れなくない？後から気づいたときってこと？マンジ、んたマンジわがままマンジさん好きやからずっと一緒におりたいって、って言っちゃうやつ、ユンタ。それは告白じゃん。好きだからずっと一緒にいたいは告白じゃん。自分から言ったら可愛い言い方、可愛い。え、めっちゃキュンキュン。うお、どうした？なんか白沢さん、え、何？これ怖いんだけど、白沢さん夜中になるとこれやんの？バンバンって。すげえ怖いんだよね。なんでこれダンってやるんだろう。
ハクさんどうしたの？ウサギね、ダンダンってやるの。何なんだろう。サンタに飼ってるの。ウサギウサギ。ハクタクさんね、なんかこうダンってね、すごい音出すんだよね。最初意味が分かんなくて、猫マが怒ってんのかなとか。マンジ、歌マンジ、わがままマンジさん、相手してほしいんだよ。相手してほしいの？君さん、ウサギさんみたいです。あ、連れてくるか。ちょっと待ってね。最近遊んでないから、膝に抱っこしてみるか。怒られないかな、たくさん。かが、サンケムタインじゃない。ああ、怒らないで。怒らないで。たくさん。怒ってるわ。出たくないって。うん、出たくないって。嫌、うん、だって。出たくないよ、っつってる。そこに。ハクタクさん。怒ってる。モフーっつってる。なんか昔はね、普通に遊んだりスリスリしてきたのに、かわいいよね。昔はね、夜行性。なんか昔は自分からすり寄ってきたりとかしたんだけど、抱っこさせてくれたりとか。なんかすげえ最近ね、俺に冷たいんだよね、ハクタクさん。すげえ怒るんだよね。モフーモフーっつって。嫌われちゃったのかな。外もね、開けたら出てきてたのにね、出てこなくなってきたんだよね。何なんだろう。すげえ怒ってる、ハクさん。抱っこしちゃうのに。だが、旦那はバリ意識が強いんかな。どうなんだろうね。怒ったり、なんか捕食される側だから、やっぱその逃げる癖があるっていうか。なんか俺もね、ウサギ全然わかんないんだけど、うん、デカさんオスですか。わかんない。ハクタクさんオスかメスかもわかんないね。どっちなんだろう。メスかな。ミミさん煙出てるけど大丈夫ですか、うん、おこうかな。おこうこう、うん、いいでしょ。ドクロの目から煙出る。かっこいいでしょこれ。昨日ヴィレッジヴァンガードで買ってきた。こうドクロが耳ふ、これは耳塞いでんの、こうやって。でこれは目塞いでて、でこっちは口を塞いでんの、ほら。おこうたて、かっこよくない。おこうたて。かが、サンビレバン売ってるね。そう、ビレバンで買った。おこうたて、目から出てくる、この2つの穴から。よいしょ。これ気に、今お気に入りアイテムかな、俺のビレバン。デカさん、オスは気性荒い傾向ですね。メスだと思うんだよな、多分。ハクタクさん一回ね、なんか抱っこしたりずっと遊ばせてくれてて、撫でたりしてて、2時間ぐらい遊んだら勝手に外に出てきて、俺のところにこうやってすり寄ってたって言うんだよね。俺が寝てる時、ハクタクさんがすり寄ったり、え、こんなの初めて見たって猫間が驚いてたけど。もう最近ね、触らせてはくれるんだけど、怒るんだよね。なんかすげえ怒るの。あんまりだから覚えてないのかもしれないね。デカさん、発情期は気性荒くなることもあります。あ、そうなんだ。発情期なのかもしれないね、もしかしたらね。もともと猫マガちゃんが飼ってた子だから、あんまり詳しくないんだよね。俺すごい好きだよ、でもハクタクさん大好きだよ。
漫字、歌漫字、わがまま漫字さん、その BGM で眠さバイト。癒されてって。癒されてって。みんな疲れてるだろうから。安らいでって。この時間ね、みんなぐっすり寝れたらいいなと思うよ。俺不眠症持ってるから。みんなぐっすり寝て。幸せな気持ちになったらいいな。おっさん、え、ガガってあれじゃないの、男じゃないのなんで男が添い寝すんの。おっさん同士で気持ち悪いでしょ。なんかあれだな、コテージみたいなのを手に入れて、あれだな、別荘みたいなのを手に入れてさ。ガガ、マンジさんに笑。マンジさんね、いいよ。あのなんかこうみんなでさ、たまり場作りたいよね。なんか年に1回たまったりとかする場所みたいな、リスナーさんと。なんかこう陰キャーがいいな。なんかこう引きこもり系の人じゃなくて、なんかこう遊ぶの大好き系のリスナーさんとかと、そこでアートやったりとか音楽やったり、みんなで飯作ったり、なんかそういう楽しいことやりたいな。マンジ、マンジ、わがままマンジさん、私に。みんなでこう楽しく過ごしたいね。かが、さん、いや、なんでもないです、汗。で遊びたいね。10人ぐらいで、なんか仲のいいリスナーさんとかとこうみんなで集まって遊びたいな。絶対楽しいよな。気分がいい人とかと一緒にいると、なんかこうなんか楽しいじゃん。優しい人が好きだ。いろんな人がさ、おばちゃんもおじさんも若い子もみんな集まって、みんなで楽しくご飯食べて遊んで、それを写真撮りたいね。
さんはグー何してるの？ん？シルバー削ってる。あとね、もう大まかな完成が多分あと3日ぐらいかな。この調子でいったら3日4日、まあ今週中にはこいつ自体は完成するね。ついにここまで来たよ。長かったよ。来年たまには花火くれよ。何、来年無課金なの？たまには応援しよ。昔から見てんだから、文句ばっか言ってないで応援して。ダメ？ライデン助けてよ。アイテムちょうだい。支えて俺のこと。シルバーも誰か身につけてくれる人がいたら嬉しいな。こんばんは。おお、祈りさんこんばんは。お疲れ様。いやー長かったな、2年間。完成するか。やばいな、なんか感極まるね。すげえ大変なんだよこれ。散々バカにされたかんね。いい感じですよ。いい感じに惚れてますよ。マイシルバー癖ができるね。
おう、ハピネスさんは立つ。癒されるね。眠くなるね、この音楽ね。
人にはさ、なんかそれぞれ役割みたいなのがあるんだよ。なんかこう、それをするために生まれてきたみたいな。で、人間は行動でさ、それを受け入れるか拒むことができるわけ。選ぶことはできるわけ。そうしたいとかそうしたくないとかあるじゃん。もうそういうふうに生まれちゃったっていうかさ、みんなは自分の役割見つけてる？受け入れてる？ウサギに生まれるか、鳥に生まれるか、イルカに生まれるか、人間に生まれるかみたいな、そういう感じかな。鳥に生まれたらさ、泳げないじゃん。イルカに生まれたら飛べないじゃん。わかる。でもみんなこう嫌なんだよね。自分が嫌いなんだよね。みんな さっき織田信長にチャネリングしました。熱いよ熱いよって言ってた。いやいや本当にね、秋年ね、あ、さっきありがとうね、また花火待ってるね。今も投げていいよ、ロケット花火、秋年。いや、マジでね、本当に、神様とかさ、ネタだと思ってる人いるけどさ、もう半年間ずっと言ってるわけじゃん。でも、マジだからね、これ。でもさ、嫌なんだよね、要は。受け入れたくないんだろうね。みんなが求めてる和道は、そんなんじゃ嫌だって。すごいよ本当に。ありがとう、完成ありがとう。誰？匿名さんありがとう。優しいな。ありがとう、完成ありがとう。ありがとう。誰も信じちゃくれないんだよね。
孤独だよ。すごいよ、全部がつながってて、どこにでも行け、どこにでも行くことができて、誰とでも会えて、知りたいことすべてが知れて、何にでもなれて、過去どんな場所にも行けて、もうね、美しいとかそういうレベルじゃないの、そこで見るビジョンっていうのは。もうなんて言ったらいいんだろう、桃源郷というか、シャングリラだよね。ああ、世界ってこうなってるんだって。またすごいのは、その過去の偉人たち、まあこっちでいうところの過去の偉人みたいな人たちがいて、要は作ってるんだよね俺らのために。それはその普通の人には分かんないわけよ。その人たちも孤独なわけよ。でも分かってくれるやつが絶対現れるっていうことも分かってて、遠い未来に。でその遠い未来のために作ってるわけよ。すごいよ本当に。あ、こういうことだったんだピラミッドって。ピラミッドのヒエログリフとか全部意味が分かるわけ。あー、マチュピチュの、あー、なるほどね。あー、はいはい、イスラム教のね、モスクね、はいはいはいって全部つながるの。すごいよ。だけど多くの人は情報にとらわれてるわけよ。権威とか、まあお金とか収入とか学歴とか美醜とかね、そういうことじゃない。そう、俺が探してたことはこういうことだったんだって。あ、これが欲しかったんだなって。でもそうなってくると悲しいのがさ、そのこっち側にいる理由がなくなるわけじゃん。ここにいる理由がどん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 なくなっていくわけよ、この世界に。だってね、向こうに行ったら何でも手に入るし、どこにでも行けるし、時間は無限でも一瞬でも好きなようにできるし、何でも手に入るし、争い事もなければ、痛いことも辛いことも苦しいこともなくて、ただただ美しくて、ただただ柔らかくて、ただただこう穏やかで、その薄皮の一枚向こう側の世界っていうのはさ、すごく重なってるわけよ、レイヤー構造的に。目の前にあるんだよ。目の前にあるけどなかなか行くことができないのね。それは洗脳されてるから。そんなのないって教え込まされちゃってるからね。でもすごいなって思うのがさ、そのリスナーさんでも分かってる人は分かってるんだよ。多くは語らないけど、何も言わないけど静かに見守ってくれてて、だからその数とかね、多いとか少ないとか、強いとか弱いとか、高いとか低いとか、右だとか左だとか、そういうことじゃなくて、すごいよ。なんでそのなんだろう、こう芸術家たちが破滅的なのかとかもよくわかるし、
その自分が何をすべきかもよく分かったよね。何もこう どうして生きていくのかっていう、難しいよね。分かる人は分かってるだけだし分からない人は分からないし、分からせようとしたら苦しむし、俺がね、知ってるようで何にも知ってないんだよね。みんな誰かが言ってる言葉とかは言葉を覚えてるだけで、体系とか理論を覚えてるだけで、それは知るっていう本質的な部分からものすごく遠いわけ。あとまあよくまあその分かりやすい例とか矛盾の問題だよね。本当はものすごくその多次元的でその多様性があることが同時に起こってるんだけど、一つのものを限定的に捉えてしまうんだよね人間って。だからこう世界の見え方とか世界っていうのが固まっちゃうんだよね。本当はその今っていうこの瞬間だけでも無限なの。今見てる情報とかもそれ全部無限なんだけど、だけどねどん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 ねやっぱ大人になっていく上で凝り固まっていくんだよね。欲しいものは全部最初から持ってるんだけどね。
い怖い。ありがとう。ゆっくり休んでね。おやすみなさい。ありがとうね。いつもありがとうね。ちょっと待ってよ。今ヘッダー見てみたら最高じゃん。そういうことなんだよね。そういうことなんだよね。ごめんね、気づかなかったわ。わかる人はわかるんだよね。そういうことだったんだね。なるほどね。なるほどね。そうだったんだね。すげえな。いいもの吸ってる。これ吸ってる。新しいアイテムだね。眠る気の音もいつもありがとね。寝るもん。
休み。電車もベイプってやつだね。でベイプでオリジナルのリキッドだね。調合してもらったオリジナルのリキッド吸ってる。すげえ効くよ。太ったかな。どうだろう。太ったかもね。太ったかもしれない。ユーアの旦那、あ、そうなんだ。あー、ユーアの旦那なんだ。はいはい、どうしよう。いや、仲良くどころか、もう枠に来てないね。知らん何してるか、仲良くも何も。どうなんだろうね、配信やってんのかね。全然関わってないね。は？え、何なのこいつ。何冷たいやつって。誰お前、何なの。ただ話すこと何もないわ。どっか行ってくんね。邪魔。気分悪い。もう二度と来ないで。別にお前と話したいこととかないから。じゃあどっか行ってくれるは悪いけど、気分悪いわ。またなじゃない。二度と来んなっつってんの。バカすぎるだろお前。日本語わかんねえの。またなってもう一回会いたいよって意味だよ。バカだろ。お前と会わねえよ。気持ち悪い。
沼だ。土方なんだろうな。